天山高農塾は、1946年、日本酒醸造を手掛けていた七伝修一が、佐賀県小木郡小木町に開いた、農業指導者養成を目的とした、全寮制の私塾。小木町で、日本酒の醸造を行っていた七伝本店の三代目、倉本である七伝修一が、戦後の食料問題の解決のためには、農業指導者の養成が急務として、小木市小木町、 岩像の祇園川沿いに資材を投じて1946年5月に改塾した。入塾の対象者は、旧正中学の卒業者などであり、現在の大学レベルの教育機関である。また、入塾募集要項には、英国ケンブリッジ大学、オックスフォード大学のごとき少数主義の編成という下りもあり、少数精鋭をもと落としていた。当時の佐賀県知事沖、 森玄一を顧問とし、歌人、佐々木信綱が塾家を手掛けた。講師陣は、九州大学を中心に、佐賀大学農学部などから招いたほか、郷土出身の経済学者、高田康馬や、陽名学者、安岡正敦らも、客員講師として教壇に立った。また、カリキュラムは、園芸や作物、畜産加工、農機具学、農業経営論など農業全般から英語まで、 呂らし、図書館などの施設も整備するなど、本格的な農業学校であった。自身で、酒米の研究を行うなど農業への造形が、深かった周一によりさらなる規模拡大のため、文部省の大学認可を目指していたが、許可の降りる直前の1949年8月、佐賀県内を襲ったジュディス台風により、議温側が大反乱。小木町だけで死者10人を出した。 大災害で、校舎や寮、図書館など全てが、濁流に飲み込まれてしまい、塾はそのまま3年5ヶ月の歴史に幕を閉じた。現在塾の跡地は町に譲渡され、浄水場が建設されている。ありがとうございます。